小野寺防衛大臣がアメリカへ向け先ほど出発しました。集団的自衛権の閣議決定についてヘーゲル国防長官に直接説明します。小野寺大臣は日本時間の12日未明にヘーゲル長官と会談する予定です。この中で集団的自衛権の憲法解釈の変更について直接説明し、アメリカ側の理解を得たい考えです。その上で日米ガイドラインの見直しについて協議することにしています。さらに今回の訪米では日本も配備する新型戦闘機 F-35 の製造工場を視察する予定です。